3月10日グループ富士棟で市政75周年記念事業未来へワクワクドキドキ夢体験が開催されました。春日井市は平成30年6月1日に市政75周年という節目の年を迎え、これまで築き上げてきた文化や歴史を振り返りながら、より暮らしやすい街になるよう未来につながるさまざまな事業を実施してきました。この日の催しは市政75周年記念事業の集大成です。今ご覧いただいているのは職業体験の様子です。消防士、警察官、お笑い芸人、マジシャンなどそれぞれの職業に携わる人や大学生が協力し、子どもたちに指導しました。市内から小学生以下の子どもとその保護者などおよそ3500人が来場し、職業体験をはじめとした子どもの可能性を広げる体験のほか、市政75周年記念としてこれまで行ってきた内容を振り返るコーナーなど、日頃できないさまざまなことを子どもたちが体験しました。こちらは市政75周年記念事業を振り返るコーナーです。毛糸のヘアアクセサリーとおもちゃ作り、また日本舞踊と棒の手の教室などが行われ、子どもたちは真剣に取り組んでいました。しっかり止めます。お笑い、日本舞踊、棒の手に参加した皆さんは練習した成果を発表します。短い時間での練習ではありましたが、自信を持って発表する子どもたちの姿が見られ、会場からは温かい拍手が送られていました。リリースは2200年、待ってられるか。もうええわ。どうもありがとうございます。また春日井市棒の手活性化委員会の皆さんが迫力ある棒の手を披露し、会場を盛り上げました。催しの最後には市政75周年を祝い箸巻きが行われました。これからも春日井市では子どもの未来を応援し、市民がより暮らしやすい街になるよう活動を続けていきます。マジック楽しかった。難しい切り方とかいろんなことしたけど楽しかった。いろんなキャリアを経験する、キャリア教育を経験するのはとっても子どもにとってありがたいことだなと思うんで、このイベント素敵だなと思います。ネタ考えるのは難しかったけど、やってみて楽しかったです。緊張はしたけど、ネタを言うのがすごく楽しかったです。子どもたちが一生懸命考えて楽しい漫才をやってくれて面白かったです。いろんな職業体験ができて、貴重な体験ができて楽しかったです。楽しいイベントだなと思いましたね。いや、子どもたちが楽しめるお菓子とかね、いろんな警察のね、パトカーとか見れてよかったと思います。これまで過去を振り返るイベントですとか、いろいろ地域を盛り上げようというイベントをいろいろやってきましたけど、未来を担う小学生のみんなにですね、夢を描いていただけるようなイベントができたらなと思ってやりました。未来へっていうイベントをやった中で、やっぱり子どもたちっていうのがキーワードになってたと思うんで、子どもたちが笑顔になれるような市になっていけばいいなと思ってます。次回の春日井市政でよりは、青少年剣道連成春潮会をお送りします。